はい、皆さんこんにちは、カリエです。映画内に続きを撮っていきますよと。いやー、前回ですね、あっさり初戦敗退して、やれやれという感じなんですが、来年も1回戦負けする未来しか見えないのが嫌なんですけど、はい、よう勝つと久しぶり。神の渡部、北条、宮川、3年生組、あの新3年組というかね、2年生頑張ってね、新川が本当にいい選手になりつつあるけど、さあ10月、もんかなと思いつつ、弾道上がったんだったらミート上げといて、それ打撃能力アップとかできるのか、それはできんの、万能にしといこう。あとはいいかな、うん、疲れが取れたのはいいことですが、ちなみに今回ドラフトぐらいまで行きたいね。白石、水谷、うん、岡部、板垣、宮内、桑野、風原の疲れが溜まってて、ほう、西武と巨人が優勝だってさ、今年確かに巨人調子いいもんね。今貯金10、前半戦終わったところで貯金17とかね。まあ中日も借金が多い割には、まあ上と2位とね、2ゲームか3ゲーム差ぐらいだから面白くはなってきたけど、なんか巨人が逆に独走しちゃってるのが若干ちょっとうんっていう感じだけど、はい、体育祭、お、さすが進化、進化はキャプテンで面白かった気がするけどね、実際もって。ただやっぱミゾットの社員が欲しい、あざす。もうちょっとやっぱりね、グランドレベルが全然上がってないからね、実際問題。岡部、上野、渡部、宮川、水谷、柳、新川がもう B ぐらいまで、ね、なんだ、パワーが B ぐらいまでいってくれると。神野と水谷、桑野、うん、ありがとう、おめでとう笠原。よっ、岡部と板垣で、水谷と石塚、お、よし、進化のパワーが上がった。もう少しじゃない、もう少しで B に行くよ。そして勝った、ナイス。ドラフトな、角田がかかってくれればもう何でもいいや。石塚、宮内、二見、よう、皆川、
ロ学院高校、ゲロ温泉のイメージしかねえ。いいとこだとは思いますけどね、行ったことないけど。あ、しまった、赤で止まっちゃった。すいませんね、ちょっと勉強してください。練習すんなって練習するじゃない。はい、結局巨人が優勝したの。さあドラフトです。選ばれるといいな。いない、ドラ2、いない、ドラ3、よし来た、角田3位、富田よりも上やん。おおお、やが、そうか、矢部もか。お、松野もか。はい、じゃあ結局角田とエース2人か。マジか。へえ、そうかい、そうかい、それは、うん、まあいいんじゃない。うん、まあ進化はそれ期待されてるだろうね、あれだけの能力値だから。シンカーがこれでパワー B ぐらいになったらね、ホームランバッターとしてかなり期待できるいい選手だけど。シンカー来い、北条柳、やった、来た、シンカーは。いや、まあ角田が選ばれないってことはないだろうなと思ってたけど、選ばれてよかったよ。あとエース2人か、もう1人ぐらい選ばれても選ばれそうな選手いた気がするけど、そうでもないか。お、待って、シンカーもうすぐ B だね、シンカーのパワー。ほら、今何やってたお前。まっ、まあ文化祭まで行って楽しんできてください。さあ11月です。そうだね。なんだかんだいつの間にか名前もそれなりの選手になってきた。ただキャッチャーとしては、でもキャッチャーそうか。神野がいるからね。そうか、それで出れないっていうのかな。サブポジどっかつけれるのか。守備力的肩がねえでな。ちょい待ち、シンカーにサブポジをつけよう。で、名前をファーストで出して、今セカンドって誰がやってるっけ。ショート、北条でしょ。だったらセカンドでいい。セカンド今誰。ああ、でも渡部か。うーん、肩の問題的に、そうだな、悩ましいとこだな。とはいえ捕獲に高豊かってことを考えると、逆にサブポジで外野手をつけるか。ショート、サード、サードって誰。ああ、板垣か。まあ板垣は板垣で、まあ頑張ってるっていうことを考えると、弱い外野手。待てよ、板垣、うーん微妙だな。よし、進化は外野手。あー、どうしようかな。
いいや、よし、これでいこう。あとはまあ進化がまあパワーが B になって外野手のポジションがついて、進化がなんだのパワーが B になってくれればね、走攻守3拍子揃った選手にはなる。グラウンドレベルが上がるのはすごくいいことです。白石、渡部、北条、うん、お、よし、これでオーダーだから、これで多少だから、すげえな、センターだな。で、能力値的に一番怖いのがセカンド渡部でしょ。で、サード板垣で、センター進化までよくて、北条がショートか。能力値的に微妙なのが、宮内ホームラン2本ってどういうこと？よし、柳に変えて名前をファーストで入れて、3番名前で、で6番にキャッチャー神野、まあもう多少良くなったかな。さあ合宿か。え、やるでしょ普通に。というかもうあと進化が上がってくれれば個人的には何でもいい。来年は進化はと壁がな、もうちょっと成績残せればよかったね。ちょっとさすがにあの成績だときついでな。お、進化は外野の守備範囲が広くなった。完璧じゃないですか。なんか最近勉強っていうのが出てくるようになったね。白石、水谷、てかな、進化のね、あのパワーをグラウンドレベルが上がってるのはありがたいんだけど、パワーを上げるんや。石垣、宮川だけか。練習試合か。天西高校、はい、勉強。おい皆川、久しぶり。警察が消えたのはいいね。北条、北条、はい、皆川また来た。お前試合は？はい、進路相談です。進化、いやいやいや、お前はプロになってもらわなきゃ困るんだけど。
じゃあ八百屋さんで。進化パワー上がってこんな。まだよし。じゃあ練習試合やって終わりましょう。今日はあと練習試合やって終わります。宮内、板垣、北条。さあ頼むぜ北条。Hit and run. おい、先制されてんぞ。オッケー、バッター、落ちんか。ヒットは打ってるものの、あれ岡部って精密機械ついてたっけ。岡野、はい、ナイス渡部。はい、北条。いい加減ここはなんとかしてほしいとこだが。いい当たりだったんだけどな。はい、岡部。一二塁間、よし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 。さあ、1年生宮内。なんかすごい打率いいね。能力値的には全然なんだけど。ナイスバッティング。いやー、ツーアウト満塁にはしたくなかった。あそこまで行くんだったらね、セカンドランナー戻ってこいって話なんだよな、実際な。代打って誰か出せる選手が誰もいない。強いて言うなら二味かぐらいだな。ただ二味の方が期待できそうだけど、その後って考えると微妙。あー、でも打撃能力的には柳か。よし、柳頼んだ。落ちろー。よし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 。オーケー、ナイスバッティング。ここでもうあと1点2点取れるとでかい。ヒットエンドラン。おっ、あー、惜しい。ラッキー、走れ。サードランナーそこを走ってほしかったよ。はい、板垣。惜しい。逆転できたのはでかいね。さあ、桑田。岡部はそろそろ替え時かな。そこでその守備はまずいでしょうよ、北条さんよ。取った、取っ、ん、北条じゃねえな、誰だ。あっさり持ってかれるね。100球超えたし、そろそろ替え時かな。この回までは見たい。 OK、 ナイス。
この回は様子見させてくれ。頼んだ。よし頼む。オッケー。いやー、オッケー。さあ進化。打率はあんまり良くねえんだよな、本当に。ナイスラン。ナイスバッティング。セカンドランナーそこ走っていてほしかったよ。もうちょっと、はい、スタート早めに来ていてほしかったよ。北条もしかし本当に打率が悪い。よし、最低限。ナイスバッティング。お、いつの間にか桑野が出てる。最低限。よし、惜しい。はい、岡部。岡部打率はいいんだな、本当に。野手になる。お、抜けた。よしよしよし、もう帰ってこい。よし、ナイスバッティング。こういう攻撃できるやんけ。なんでそれが大会の時にできんねん。OK。 亀沢って聞いたから、強兵が出てくるかと思ったら違った。あ、ちょっと待った、ごめん。このピバッターまで頑張って。 OK、ごめん、先に出した俺が悪、そのまま9回に行かせた俺が悪かった、ごめん。ピッチャー変えます。白石と宮川がいつの間にかなんかよくわからんことになってる。勝ち運がついてるか。まあ最後だから。頼んだ、白石。編成多いな。さすがにゲッツーは取れんか。まあしゃあないしゃあない。ホームランはないから、前進守備にする必要はないな。OK、 あと1人、藤野。OK、 ナイスピッチ、ありがとうございました。ケチョンケチョンにやられたチームだったけど、久しぶりに勝ちましたね。まあ先制はされたものの、終盤にしっかり、頑張ってくれました。 OK。 お、名前、名前のパワーがいつの間にか69分。名前のパワーも B ぐらいまでいきそう。進化はもうそろそろあれだよね、完全にうちに来てくれみたいな感じになりそう。かなりの選手だ、期待できるなって。そうね、名前がねちょっと難点じゃなってんだ。一応レギュラーにしたからね、進化は外野にしたから。いやでもかなりいい選手で育ちましたね、進化は。いつの間にか最初ってどんな感じだったんだろう、覚えてないけども、あんまり。
ね、固め打ち満塁男大田丸イブシギン対エース丸調子安定ってかなりいい選手だよね。これでパワーが B 乗ったらホームランも打ってるし、ね、いい選手になりそうですよ。打率がもうちょっと上がってほしいっていうのは本音だけど、ホームランがね全然ないんだよね。なんでなんだろう。外野手は、まあいいか。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうかな。次回はそうね、年明けぐらいまでまたやっていければと思います。年明け3月、まあ、卒業式ぐらいまでやれるといいなと思いますんで、また見ていただければと思います。はい、ということで、短いかな今回。どれぐらい撮ってるかってあんまり確認してないんだけど、はい、まあ、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。